はい皆様どうも、本日は久しぶりにしょぼーん。しょぼーんカート2を初見クリアで攻略していこうと思います。初見クリアとの相性悪すぎなゲームだが。それね、まあでも最初の方は初見でもいけるかな？ってことで早速やっていくぜ。遊び方は前作と特に変わらなそうね。マックス3段ジャンプまで可能。操作感も一緒、いけるなこれは。さすがに最初のステージ、特に難しいとこ、理不尽仕掛けもなく。ノーミスクリア達成。さあ、お次のステージも初見ノーミスいけるかな？お、障害物も出てきましたな。でも余裕余裕。ジャンプ台によよーん。ここも初見一発いけそうだな。あやっぺ、音速クラブ回収お疲れ様っす。見事に華麗にしょぼーん。さあ気を取り直して初見クリアよ。そうだな、切り替えて初見クリアを。もう終わったよ。初見の文字はさっきだけ切ったよ。さすがに押し通せなかったか。そりゃそうだろ。ここでクリア。一回ミスだから初見じゃなくて二件クリア。まあ今のはちょっとね、久しぶりだったからしょぼん。腕がなまってただけなんでさ。腕のついでに言葉もなまらないで。ここは皆様、初見クリア行くので瞬きゼロで見てね。じゃあ。今の時間だったら瞬きゼロでいけたな。さあここからは2件クリアチャレンジ。その言葉、絶対浸透しないな確信。もう3件クリアチャレンジになってもうたー。おいおいオタクゲーマーしっかり。まあさすがに3度目の正直はね、ならんかったよー。本日、超高速クラブ回収職人の主さんです。やっとクリアできたぜ。さすがしょぼん初見殺しだ。いやここまではしょぼんの理不尽ってか、シンプルに操作が下手なだけのような。レベル1のラスト、1の4は初見クリアを。あ、ちなみにレベル5まであるので。最終ステージは5の4よ。お、中間セーブ地点からの終わったトゲトゲ地獄。下だったか正解。いやーしょぼん難しいぜ。まあ後半になるとね、絶対に初見クリア不可能なとこ出てくるのは確か。なんだけども、この辺はね、操作の問題。これ以上言わないでー。さああと少しよファイト。おしおし、なんとかクリアできたぜよかった。で、なんか続き前作にはなかったボス戦始まったってか、なんかこいつ知ってる気がー。モザイクかかっているけども、グッドだろ。しょぼんのお面ついてるけどグッドだろ。そしてまさかのあっさり撃破。ってことでまさかのボス戦しょぼーんカート2でした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。